いいですか。はい。大丈夫ですか。はい、お願いします。続けていきます。はい。回してください。ふう。緊張する。優雅さですよ。ああ。でも私の人生なの。まだ結婚できない。私はメリダ。これから矢を撃つ。自分自身を勝ち取るために。もうこのドレスのせい。はい、ありがとうございます。ございます。あのこのメリダと恐ろしの森、いよいよ今日初稼働となられましたけれども、はい、メリダ役に決まったそのことを聞いてどう思われましたか。まずあのディズニーピクサーさんの作品が大好きで、特にトイストーリーの作品がすごく好きで、あの本当皆さんがこうそのキャラクターに合っているというか、本当慣れきっているというか、皆さんの声声優によって引き込まれている一視聴者だったので、なのでまさか自分がやるっていうのは夢のようですね。はい、はい、ハリウッド映画のアフレコいかがですか。あのハリウッド映画って聞くとすごく萎縮しちゃうので、なるべくそれを自分の中では感じないようにこうリラックスしてメリダを感じながらやってます。そのアフレコをやって難しかったところなど教えていただけますか。はい、あの距離感がなかなかつかめないというか、その実際の映像の中でメリダとお母様がどれぐらいの距離で喋っているのかなっていうこととかがなかなか難しいので、その距離感で声を出し方とかが変わってくるから、それがどういうふうにやったらいいんだろうっていうのは、一つずつ誰に対して言ってるのかっていうのを考えながらやることが難しいんですけど、でも楽しいですね、そういうふうに、うん、試行錯誤しながらやるっていうのが。はい、ベッドにドーンってなったり、はいね、あとは弓矢のシーンとか、はい、その辺もいろいろちょっと考えたんですね。はい、そうですね、あの実際にメリダが動くよう動いているように、私もさっきドレスを破るみたいにうーってやってみたいな感じで、そういうのを自分の中でも再現というかイメージしながらやって、声がどういう風に出るかっていうのを、まあ、日々の生活でもちょっとこう、あ、こういう時こういう風に声出るんだっていうのを思いながら、声の声優にチャレンジしてます。実際にメリダ演じてみて、大島さんにここが似てるなって思うところとかありますか。そうですね、結構自由奔放でおてんばなメリダなんですよね。メリダってそこが似てるかなっていうのは思いますね。私はどっちかっていうとお母さんよりもお父さんに小言を言われる方なので。そうなんですか。はい、なので、はい、お父さんに言われます。あ、そうなんです、はい、お父さん結構うるさいんですね。お父さんには控えめでいなさいと言われます。まさにちょっとそこはメリダに似てますかね。まさにメリダが言われているような感じのこと、はい、じゃあちょっと実感がありますね。そうですね、あのメリダの行動とか言動を見てても気の強いところとかでも、ちょっとこう女の子を隠しながらも持っているところとかっていうのは似てるかなと思います。